これより本日のメインイベント第16試合クロスオーバー認定キック初代 67.5 キロ以下チャンピオンシップトーナメント1回戦3分3ラウンドを行います。青コーナーより尾形篤選手の入場です。それではまずは田村選手よりお願いいたします。田村です。そうですね、こんな成績でトーナメントを組んでいただいて坂本さんとクロスオーバーの関係者の皆さん本当にありがとうございます。ベルトは多分ふさわしい人間と回ってくると思うんで、今日どうしてもちょっと勝ちたくて、ちょっと僕の先輩が迎えしてくれた岡田選手に勝ってて、よかったなと思ってます。関係選手、僕ちょっと試合見てないんですけど、若くてイケイケなんで、ちょっとおじさんが頑張って勝とうと思いますので、12月よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、高木康介選手、お願いいたします。オスボス事務所の高木康介です。こんにちは。本日も会場にご覧いただきましてありがとうございます。
で、トーナメント組んでいただき、クロスオーバーの関係者の皆様、坂本代表ありがとうございます。今回はちょっと初めてのトーナメントってことで、ちょっといい姿見せたいと思いすぎて硬くなっちゃってちょっともらっちゃったんですけども、12月にはしっかり仕上げてベルトをしっかり巻きたいと思ってるんで、ベルト巻く姿見に来てください。おっす、ありがとうございました。12月5日朝のトーナメント、両選手の活躍にぜひご期待ください。見事決勝進出を決めました両選手に今一度